今日の動画では TA の割合が多い方のベルティング、どういったアーティストさんが使ってるのかっていうのを聞きながら実際に比較していきましょう。ピュアベルティングってこうだよねとか、フルボイスってこうだよねとか、カバードベルティングってこうだよねっていうのも実際にアーティストさんが歌ってるのを聞いて分析していきましょう。じゃあまず最初はヒゲダンを聞いてみましょう。これはどのベルティングでしょう？わかる人いる？ピュアベルティングだね。心臓から溢れ出した声で歌うメロディー、振り向いた未来、君から溢れ出した声と合わさって響いた群青の空の下。ヒゲダンは特にピュアベルティングだったりカバードベルティングを使って歌うことが多いです。じゃあ次のアーティストさんも聞いてみよう。米津玄師さん。このベルティングはどのベルティングか分かりますか？フルボイスだね。鼻声の要素が強いって感じだね。なかった。フルボイスの中でもこう深みがあるような感覚っていうのは結構喉の空間も使ってるから、あー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 っていうパターンと、あーあー響き方は違うけど、どちらもフルボイスです。じゃあ次のアーティストさん聞いてみましょう。須田雅貴さんです。君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ。これはどのベルティングかわかりますか？これはカバードベルティング。口腔の割合が一番多い。だからもっと深みがある発声だね。変わり果てた気がした、されそうな。出なく似て。じゃあ次のアーティストさんはバックナンバー聞いてみましょう。これはどのベルティングかわかるかな？そうです。フルボイス。すごく鼻声の要素が加わってる。どこかで鐘が鳴って、寒さが心地よくて、雨なんで恋なんかしてんだろう。こういう感じ。聖夜がなんだと繰り返す歌と、会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が。では最後はミセスグリーンアップル。ここに関してはミックスボイスを使ってます。目がちぎんひまわりの黄色、ここは過去の動画を見てるのであればわかると思います。ピュアベルティングとカバードベルティング2つともこう使い分けてるっていう感じですね。始まったあいつがした、傷つき疲れるけどもいいんだ、行方はどこだ、映画じゃない、映画じゃない、僕らの番だ。はい、皆さんどうでしたか？
結構それぞれの発声違う響き。ピュアベルティングの場合だと口腔たくさん使ってるけど、ほんの少し鼻腔に響いてるのがわかるぐらい。フルボイスに関してはもう明らかにすごい鼻声の要素使ってるなっていうのが認識できる。で、カバードベルティングに関してはその鼻腔の要素が結構少ない状態で口に響いてる、はーはーっていうこの深みがある状態がすごく分かりやすい発声なのね。これが主に3つの発声の違い。なのでいろんな曲を聴いてみて、この人はこのベルティングかもしれないとか、この人はこのベルティングかもしれないっていうのを考えながら聴いてみてください。ベルティングに関してもっと詳しく知りたいという人は公式 LINE で無料のレッスン動画をお渡ししているので、まだ追加してないという方はぜひコメント欄のところから追加してみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。